マサラー、どうもカモタウです。皆さん、もう本当に今日は、昨日までは滋賀県頑張っちゃうツアー、昨日までは彦根にいたんですけどね、今日はなんと安土まで来ました。イエーイ。ねえ、皆さん知ってますか？安土は天下を取ったお城があったんですよ。滋賀県が天下を取った、そんな時代があった。みんな知ってましたか？僕は今でも天下取ろう思ってます。それでですね、皆さん知ってますか？音楽でもミュージシャンの僕が言いますけども、音楽でも滋賀が天下取ったことあるんですよ。そうです、岡林信康さん、すごいですね。三夜ブルース友よ、ものすごく僕もしびれるぐらいの影響を受けました。そして作った曲がこの曲です。安土城は、安土城は今は亡き城だけど、昔は昔は外国のおっさんがいっぱい歩いとった町やで、キリスト教とかシャララン、ラン安土シャララン、ラン、キリスト教とかシャララン、ラン安土の町をシャララン、ラン、安土ワールド、安土ワールド、皆さんもご一緒に、安土ワールド、皆さんもご一緒に、安土ワールド、プッシュプッシュプッシュ、安土ワールド、楽一楽一、安土ワールド、楽一、安土ワールド、安土、安土、安土ワールド。ありがとうございました。川本優でした。